一月十九日水曜日。今日の天気は晴れのち時々曇り。日本放送飯田浩二の OK コージーアップ。ップ朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新井一花です。日本放送飯田浩二の OK コージーアップ。この後と八時まで生放送です。 え冒頭、まず、先ほどね、ふやなぎさんの番組のエンディングでもお知らせしておりましたが、電車に関する情報が入っております。はい。えー、京成本線は、京成中山、そして東中山駅間での沿線火災の影響で、市川まま駅から東中山駅の間で現在、運転を見合わせています。京成電鉄によりますと、運転再開の見込み立っていないということです。ご利用の方はご注意ください。まあ、この辺り、古くからのね、住宅街の中を列車が走るというようなところで、ちょっとね、 路地なんか狭いところもありますんで、うーん、沿線火災ということで電車止めるということになると、まあその面してる道路だとかね、うん、えー、火災ということになるとね、えー、沈下して安全確認取れるまでは少し時間がかかるかもしれません。まああの、並行して走る総武線等々ありますんで、まあそこへの振り替えという形になるとは思いますけれども、ご利用の方ご注意ください。ちょっとね、混んじゃったりだとか、うーん、いうこともあるかもしれないなと。まああの、まあ まだ1月19日、うーん、試験のね、えー、学校の入学テストまではちょっとまだ間があるかなというところではありますけど、はい、逆に、あの、現役の人たちが、あの、期末のテストとかはね、このタイミングで、大学生なんかは、最終講義だったりとかっていうのがあったりしますんで、んええー、ちょっと、今日は早めに出た方がいいかもしれません。ご注意ください。また、あの、情報入り次第お伝えしてまいります。 ええー、そして今日はあ日本放送屋上の温度計2.5度まあ空気冷たいねそうなんですよね今日この後東京都市は予想最高気温8度ということでいや寒い晴れるんですけれどもねちょっとひんやりした寒い日になりそうですので今日も暖かくしてお過ごしください風どうですか風は次第に収まりそうです昨日は風が強 <laughs> 強かったですよね <laughs> 寒くて風も強くてさ、はい、もう本当自転車なんか乗ってるとヒいひいちゃうな <laughs> <laughs> ねえー、感じありましたが、えあったうしてお過ごしください。さあ,あ、メールをご紹介します。あの、山手線の特別列車のアナウンスが昨日から始まったぞと。はい ということで、あの、ツイッターのタイムラインなんか見るとね、うん、結構乗りましたって人がいらっしゃって、ありがとうございます。あ、速ありがとうございます。えー、鎌倉市のあやこさん、えー、という方からメールをいただきました。毎日山手線で通勤している26歳の娘が帰ってくるなり、珍しい山手線に乗った、あれなら一周乗れちゃうよね、めっちゃいい声でスマホのイヤホン外して思わず聞いちゃったよ<ら>というので、ありがとうございます。どうですか いい声ですかなんで今作るんですか急に。取り繕わないでくださいよ、いきなりちょっと。ちょっとそう。これ、全く話は脱線するんだけどさ、そう、妻がたまーにこの番組を聞くと、あんたいい声なのはオープニングのタイトルコールだけをね。5秒でいい声が終わるっていうふうに言われるんだよ。5秒で。五秒でって。身内ってもんは厳しいなと。いや、さすがですね。いや、でもこの26歳のお嬢さんが と言ってくださる。た、ありがたいですね。ね嬉しいですね。そういうので、あらそれ、朝の日本放送の飯田康次よと <laughs>。飯田康次よ。呼び捨て。<laughs> えー、そうなの？と、テンション下がり気味の我が娘。なぜなぜ。格好笑い,といあまりにもいい声で、ディズニーのアナウンスの人かと勘違いしたそうです。ああ<ー>。おお、Welcome to the Tokyo Disneyland。<laughs> ありがとうございます。<laughs> え、その年の歴史とかも詳しく話していて勉強になったようです。鉄道宅だけではなく若い子にも受けてますわね。うん、と私は歌は聴いてみたいですね。と、<ー>いただきました。ありがとうございます。さん歌ってるんですよねその社内アナウンスで。そう。ツイッターでお侍さんという方がまさか歌われるとはというふうに、えー、書き込んでくださって、動画も上げてくださったんですが、そうなんですよ。あの、新橋駅というとね、え、えー、まさに汽笛一世新橋をということで、まあその辺は少し一節うなったりなんかもして。<ー>あの、 日本語のスタジオで撮ったんで、あんま違和感なく普通に歌ってたんですけど、はい、やっぱ列車から流れるとあれなんだね。うん、印象変わるんだね。そうですね。私もそのツイッターの動画見させていただいたんですけれど、何かこうアトラクションに乗っているような、うん、本当まさにこう夢の国に来たかのような気持ちになりますよね。マジでマジで。ジでいやそれはさ、はい、本当この企画をした JR 東の、 東京支社の人が聞いたら喜ぶと思う。あと飯田さんのやっぱりその溢れる愛となんか嬉しい気持ちがこうじゅわ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 じ,ゅわ,じゅわってなんか伝ってきますよね。<laughs> あれでも抑えようとしたんだよ。そうなんですか。あれでも相当相抑えてるんですか。だってもうお前早口だからもうちょっとゆっくり喋れとかさ。気合入りすぎちゃって早口になっちゃいました。ディレクターの横井さんにすごい怒られたもん。あそです、ね。<laughs> いやいやいやあのー。 昨日から走り始めまして、2月の1日までということで、えー、当11編成というやつのようでございますんで、うん、あの、なんかね、えー、詳しい人がリアルタイムでここ動いてるぞみたいなものをですね、えあ、ー、げてたりなんかするらしいというのもありますんで、あま、まあ、あのね、えー、もし遭遇したら、あの、楽しんでやっていただければと、えー、幸いでございます。 あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。ニュースについてのご意見をお待ちしております。えー、今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、佐々木敏直さん、6時半過ぎからご登場。えー、まずは、怒りは時に社会を動かすが、しかしその副作用も極めて大きいという話。ノートに載せている論考についてであります。 えー、それから7時台取り上げるニュースですが、まずは政府まん延防止等重点措置13の都県に適用へというニュース。えー、そして通常国会今日から3日間。えー 市政方針演説に対する代表質問が、与野党各党から行われます。えー、そして日銀の昨日、おとと行われた金融政策決定会合、物価見通しを1.1%に引き上げましたが、金融緩和は維持しております。えー、それからキーワード、トンガ支援について、えー、そしてスクープアップのゾーンでは、佐々木さんの最新刊から、えー、現代病集中できないを知力に変えるには、えー、その方法をいち早く伝授していただきます。 ここが気になるです。えー、京成本線が沿線火災の影響で市川ママと東中山の間で運転を見合わせているということ、オープニング後、あと先ほどね、交通情報のところでもお伝えしましたけれども、まあ、あの、試験というよりも学校の定期テストかなという話をしましたら、あ桜市松松さん、えー、京成線、 沿線在住ですえ今日息子の私立の高校の受験日なんですよとそうですかまだ受験は始まってないとか言ってましたがとんでもない思いっきり影響ありますすぐに息子を起こさないとといただきましたそうですよね私立とかだともうこの時期かそうですよね、えー、大変失礼しました、うん、あのもし仮にこれ電車ずっと止まっててですよであの試験間に合わないというようなことになってもあの学 学校にまず行っていただいて、で、あの、叱るべき救済手段というのがこういうとろが必ずあるはずですから、諦めずにまず学校に で,で、あの、平常心で、あの、受けると。別室で、あの、別の、こう、タイムスケジュールの中で受けたりだとか、あるいは別日をこう指定するだとか、まあ、いろんな方法あると思いますし、で、その時に必ず、あの、遅延証明持ってってくださいね。改札のところで絶対配ってますから。ね。えー、これあると、あ、この電車に乗ろうと思って遅れたんだなっていうのは、これ当然ながら学校側も、そういう周りで、あの、電車が止まってるぞとかなんとかとかっていうのがあった場合は、把握をしてるはずではありますけど、まあ、証明する手段としてはその遅延証明というのはありますんで、 これね、いつも乗らない電車なんで、どこでもらったらいいか分かんないよとか、そういうのあるかもしれないんですけど、もしあれだったら周りの人とか、あるいは駅員さんにちょっと聞いて、あの、絶対教えてくれますから、ね。え、えー、あの、そういうことも、まあ、人生の中ではいろんなことが起こるというね、えー、ことでもありますけれども、え、ね、あの、いろんな救済手段は必ずありますからね、諦めずに、ね、頑張って。 と、ういうことで、また、あの、形成線の情報などは入り次第お伝えしてまいります。で、ここが気になるんです。スタジオ長官各社入ってまいりました、まあ。新型コロナについてを一面トップからというところが多いですね。13都県まん延防止を取るか、あるいは、えー、昨日が、えー、感染、まあ、PCR 陽性者が、あのー、昨日の、まあ、ある時間までに、公げに対して報告された数ということでありますが、えー、32,197人と。 まあ全国でとただ読売新聞はその見出しの脇にですね重症第5波の10分の1とこういうことをえ書いてありますまあこの辺をうんどう考えるかっていうのがえ病床の逼迫ということを考えると 重症者の数というのが大事だ、大事になってくると、そういう運用変更をしたというのは去年の11月ぐらいには、えー、政府の分科会も言ってましたし、また岸田総理もそうおっしゃっていたはずなんですけれども、何かまた逆戻りしているような感もあります。まあ、後ほどこれについてもね、えー、今日のコメンテーター。 佐々木としなさんと深めていければと思います。えー、それから気になるニュースなんですけれども、今日はちょっとウェブからです。あの、アメリカ CNN などが伝えてますが、弾道ミサイル厳選いわゆる戦略厳選と呼ばれるもの、まあアメリカのね、えー、 まあ、海軍の持っている原子力潜水艦の中には、まあ弾道ミサイルをですね、発射できる形のものがあって、まあそこにえ核弾頭が乗せられていて、これがまあ海の中にいると。どこにいるかわからないで、どこにいるかわからないからこれを破壊しようとするのは非常に難しく。で、かつ、まああの、もし他国がですね、アメリカの都市を狙ってえ核ミサイルを撃った場合には、即座にそれに対してえ反撃を海の中からやって、で、え、ー 都市を破壊するのであると。とまあ、それがあ総合格照破壊というものにつながって、アメリカの抑止力の大きなところになっているというふうにされているんですけれども、も、えー、これあの潜水艦というのはまあ、日本もね、えー、通常型の潜水艦いっぱい持ってます。けれども、基本的に場所が分かってしまうと、これはもうあの動く棺桶になってしまうなんていうね。言い方もするんですけれども、もう危ないということで。 場所を取得するという忍者のようだというふうに言われることが多いんですが、それがですね、あの、異例のグアム機構ということで、前のこの週末にですね、15日、グアムにある海軍基地に、入港したと。オハイオ級弾道ミサイル原船のネバだというものが、ということなんですね。で、これあの、原戦グアム機構は2016年以来で、さらには機構が発表されたのは、今回あの、 アメリカ海軍が公式にあの写真も出してるんですけれども、これ1980年代以降わずか2度目ということであります。2016年というと北朝鮮がガンガンミサイル撃ってですね、え朝鮮半島情勢がんっていうなった時期でもある。えー、気候発表されたの80年代以来ということでありまして、これ非常に意味を持つと。えこの写真の意味というのは当然ながら、え 太平洋、もう東アジアの抑止というもんで、アメリカは全く引かないぞということを、そして、ここにいるんだぞということを、誰に見せているか、中国に見せているわけでありますし、それが、こう台湾情勢においての、そのアメリカの空気感と、感じている空気感というものをノイスに表している。まあ、それに対してですね、じゃあ、日本は中国との間の関係性であるとか、今度ようやく、 日米の電話というか、電話でのオンラインでの首脳会談を行われますけれども、まあこの辺も考えるべきだし、その空気感というものが果たして岸田政権に共有されているのかというあたりを今国会で議論をしていただきたいなと思うところであります。 ここが気になるプラスこの時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いします,しいしますさあまずは佐々木さんがメディアプラットフォームのノートに発表しておりますえ怒りは時に社会を動かすしかしその副作用も極めて大きいという話これは興味深いというか手っ取り早くここに行くっていう人が多いだけにそうですよね、うん、まあ確かにね怒りが社会を動かしたケースってあるんだけどでも怒りがないと社会 動かないわけでもないしね全ての怒りが社会を動かしたわけでもないっていうことはね気をつけなきゃいけないかなと逆に副作用が多すぎるっていうのはねあると思うんですよ、はい、この記事でも書いたんですけどあのー、前も紹介したしね AI 監獄ウイグル、はいえー、ちょうど先週新職者から出た翻訳書で,で、ね、まあ、中国のウイグルダウンスがいかに 恐ろしいテクノロジーを使ってるかっていうね、はい、そういう本なんですけど、その中でもね、すごい指摘されてるんだけど、もともとウイグルダンスの発端っていうのは911、はい、2001年の同時多発テロにあって、うん、あれで、まあ、要するに、ウイグルの,その活動家たちがですね、うん、あれを見習ってアフガニスタンで軍事訓練を受けるようになったと。はい、一方で中国の側は アメリカがね、ほら、グアンタナモっていう、うん、キューバにある収容所で、全く何の法的根拠もなく、ではい、グアンタナモって国外にあるので、うん、連邦法の制約を受けないから、もう好き勝手できると、えー、でもう尋問してね、拷問してるのを見て、ああ、中国でもこうやってね、アメリカみたいに、何んの根拠もなく連れてきて、拷問していいんだってことを覚えてしまって、学んでしまって、うん、ウイグル弾圧を加えるようになったと、まあ、そういう連鎖が起きてたんだってね、話を書いてる。でも、その911だって、ね、もともとあれほら、アルカイダ。はい の同時多発するんですけど、うん、あれってね、あのカレドの発祥っていうのは、80年代のソ連のアフガン侵攻の時に、うんはい、c i アメリカの CIA が、まあ、要するにソ連がねあまりにも共産権広げちゃう危ないっていうんで、うん、アフガンのその反ソ連、うんはい、あ,あの活動家ですよね、ええ、に軍事訓練してお金を出したっていうね、うん、そこから始まってるわけだよ。だからうん 考えても今のウイグルダンスのは80年代の,そのソ連侵攻から始まるですね、延々とこう怒りと憎悪の連鎖がね、は、えー、い。て、それの結果として今があるっていうね。だから、なんか登場人物も変わり、加害者対被害者の関係も変わってきてるんだけど、延々と怒りだけがね、連鎖してるっていうね、こういう構図もやっぱあるわけなんですよね。だからね、怒りに頼りすぎると、やっぱその、 怒りっって止まらなくなくちもう例えばツイッターなんか見てても分かるんですけど怒った人がもうなんか怒りが止められなくなって、うん、それがどんどん連鎖してねこう炎上に至るみたいなケースがいっぱいあるわけで、はいだね、それをまあどうやって我々を押しとどめるのか、うんね、その怒りをこうコントロールしながら、えー、その社会をちゃんとより良い方向にしていくのかっていうところが、ね、問われてる感じはするんですよね。 どん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 怒りだけは増幅しちゃうんじゃないかなと思うんですよねうん怒りとそしてまあその発端となる自分の中の正義感みたいなものがどんどん暴走していくという、ね、そうなんですよね、まあ、地獄への道は善意で <laughs> 舗装されてる、敷き詰められてるってよく言われますけど、自分が正しいと思った瞬間に、えー、もうなんかこの怒りの正当性みたいなのがね、うんうん、もうあの証明されたと勘違いしてしまって、どんどん突き進んでしまうと。常にね、この怒りって俺は本当に正しいのかって、はい、ことをね問い直すっていう作業をねしないとダメなんだけど、まあなかなかできないですよね、人間はね。うんうん、だって怒りって気持ちいいんだもん。 ああ、<laughs> それが解消された時の気持ちよさとか、拳を振り下ろす気持ちよさとか、うん、うん本当、それは何というか、人間にとっての永遠のテーマかもしれないですそうなんですよね。うん、これをコントロールできないから、いろんなセンスが起きてるわけですからね。う え、AI 韓国ウイグルというね、新庁舎から出たばかりの本ですが、大阪府ハンライスおかわりさんメールいただきました。先週末購入しました。あまりにも衝撃すぎて、あっという間に読むというよりも、一文一文の重みを噛みしめと。むしろページを読む手が止まります。対中避難決議すらできず、あれほど東京オリンピックを批判していた方々が北京オリンピックに対しては知らんぷりしている状況、日本人としては情けないし、すでにエジプトのようになりつつあるのかと憂いていますと。魔、ま、法、あの中でね。 中国の影響とというところでエジプの話も出て先週 BBC がね報じてましたけど、うん、イギリスの政界に結構中国がねお金出してる<ー>さあそしてここで番組からのお知らせです山手線のアナウンスも担当している飯田先輩と私新業でお送りしている飯田浩二の OK、うん、コージーアップ、はい どうししま吹き出して。いやいやいや、だんだんなんかばかされてんじゃねえか。そんなことないですよ。大切なことは何度でもお伝えしなくては。はやぶさ色のセーター着たいなんてこといいんですかそんなこと考えてないですよ。あ、ほんとはやぶさカラーだと思って着たわけじゃないですよ。完全にこれ、東北新幹線はやぶさ。いいご経いいご経えー、そうなんですかそれだと思ったんだけど、そうじゃないのはやぶさを考えたわけではなかなっちゃうんだったんで。いや、違います、違います。でも影響されていたのかもしれない。知らない間に。真相心理で。 <laughs> さあ、さあいいですか話戻して。はいはい。<laughs> 来週1月24日月曜日からは、この特別編成が走ります。経済、外交、オミクロン、工事、ワールドウォッチ。さあ、激動の1月です。えー、来週は国内外ともにどうなってるのか誰にもわかりません。えー、我々は煽るのみならず、えー、煽るだけじゃなくて理性的にニュースをお伝えしてまいります。えー、ゲストには自由民主党、高市さなえ政調会長、えー、与党の政策キーマンが、 万を辞して工事に降臨いたします。えー、そして川崎市健康安全研究所所長で内閣官房参与、岡部信彦さんも出演していただきます。さらに朝6時40分過ぎの黒木瞳さんの朝ナビには、サッカー元日本代表の大久保嘉人さんが毎日登場です。そしてご好評にお答えしまして、プレゼントは千葉のカレ情熱カレー。えー、皆さんのお宅にカレーが届きます。来週1月24日月曜日からの日本放送飯田コーの K コーアップ。特別列車、 感動線工事有楽町から出発進行あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ。次時代もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝はジャーナリスト佐々木なおさんです。改めましておはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ます佐々木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では次時代最初に取り上げるニュースはこちらです。 政府まん延防止等重点措置13都県に適用へ政府としてはこれらまあ1都12県についてまん延防止等まあ重点措置適用のまあ諮問を行うとの結論に至りました お聞きいただきましたように、岸田総理大臣は昨日、総理官邸で質問に答え、新型コロナウイルスの感染が拡大している首都圏の1都3県や東海3県などを合わせて13都県に緊急事態宣言に準じた対策が可能となる、まん延防止等、めさい、まん延防止等重点措置の適用を決定する方針を政府が固めたと語りました。今日政府の分科会に諮りまして、正式に決定する予定です。 適用されるのは東京、神奈川、千葉、埼玉、群馬、それから新潟、愛知、岐阜、三重、香川、長崎、熊本、宮崎という各県であります。 うんまた飲食店ね、自粛か、営業時間短縮か、また酒ないのかみたいなね、おらせる人も多いと思うんですけど、これね、もうずっとあの感染症の専門医の方とか、お医者さんたちのツイッター、まあ Twitter、とかのいろんな発信ずっと横断的に見てるんですけれど、はい、結構ね、今回の、ね、意見分かれてる感じが、印象としてあるかなと、一方でね、もちろん今までのように、はい あの、重症化、ね、率が低いと言っても、感染率がめちゃくちゃ高いので、そうすると結局重症者が増えてですね、あのー、ね、医療が逼迫するんじゃないかっていう危惧をしてる人もいれば、一方で、うんうん、まあそうは言っても、まあ治療薬もね、はい、出てきてますし、うんうん、メルク社の何だっけ、モラ、えー、モルヌピラビルか。<laughs> 読めない。はい、えー、めない。あとファイザーのも3月に、ね、そうですね、はい。 でまあ、ワクチン打ってれば、の重症化ねうん、うん、かなり防げるっていうんで、はい、さほど厳しくやらないで、ある程度は緩めてもいいんじゃないのって言ってる人もいて、ちょっとね、結構ね、今回、どう対応していいのか、測りかねてる感じはちょっとありますよね。まあね、その辺その自宅での療養等々で、うんまあ、特に軽症だったりとかっていう人が、うん、あのなんと回復していけば、医療の逼迫とは、 切り離して考えられるんじゃないかという,ようね実際、ほら、東京の場合ね、例えば、えー、っと病床使用率、はい、ベッドの使用率が20%超えたらってんで、これ超えたんでってことなんだけど、まあはい、例えば神奈川で大阪、大阪35%でしたっけ、都道府県によってね、結構その逼迫の比率がバラバラだったりとか、はい、どのぐらい逼迫っていうのかよく分かんないよねとで。見てるとね、確かに病床の使用率はそんなに上がってないし、重症化してる人もそんなに多くないのは はい、そうななのかなとただ、言ってもねあのー、感染率が半端ないってうのはあってだって、一時あの実行再生産数が6とかまで、はいっても6って何なんだよってね一人で6人感染させるっていうね、まあ、すごい感染率であるので、えー、もうちょっと様子見ないと分からないのかなって感じがしますね。おさんのツイート 横断的に見てる限りで、ねまあね、でそこのところで、ある意味、まあ、今まで水際対策で時間稼ぎをした中で、ワクチンをどう打っていくのか、というところだったんでワクチンもね、なんか遅いのは一体どういうことなんだろうかっていう。う ね、お医者さんのツイート見てると、はい、この3月ぐらいまでにねとにかく3回目接種をっていうふうにみんな言ってるんだけど、うん、でも3月,3月までってあと2か月しかないじゃないですかでも考えてみると去年のね多分一般の高齢者じゃなくて普通の人だと。はい 9月、10月ぐらいに打った人はすごく多いと思うんですよね、2回目が。うんうん、で、10月に2回目打ってるとすると、今だって一応8ヶ月後とか7ヶ月後とかでしょ、えー、そうするとね、8ヶ月後なのは5月、6月ぐらい。それまで打てないってなると、全然間に合わないじゃんって話うん、うん、だったらもうちょっと前倒しして、はい 6ヶ月後、ね、要するに2回目接種から6ヶ月後とかにした方がいいんじゃないかと思うんだけど、その話もまだ出てきてないし、まあいかんせん、やっぱりね、河野さんがワクチン担当大臣だときに比べると、堀内、はい、さんになってから発信が少なすぎて、うどういう状況でどういう方針なのか、全くよくわからないいう、ねはい、状況なんですよね。まあ ね、大規模接種会場自衛隊のようやく解説になったのも良かったんですけど、はい、もう少しね、情報を出してもらいたいなって感じがしますねうん、うん。まあね、保育さんのツイッターをこう見ると、まあ、都道府県からのお要望の取りまとめ等が2月の、まあ、10日前後だというような、うんえー、都道府県市町村からのと。で、実際にそれが発送されるのが2月の末みたいなスケジュールに書いてあって、うん、あと1ヶ月以上は物も出ないのか、ね、みたいな話にな ね、だから結局、オミクロンってでも言いながらね、なんか期間は短そうで、はい、海外でもただ、うん、南アフリカとかもピークアウトしてるという話ですね。で沖縄もあんだけすごかったんですけど、今、すごい今日で実効再生率も下がってるので、うん、まあピークアウトしつつあるんじゃないかなって話も出てるんですよね、そうすると、東京とか大阪も意外に早く、カーンと1万人ぐらい増えるかもしれないんですけど、一方でピークアウトも早いかもしれない。そ、はい、そうするとその早いピークアウト する時のピークに合わせて、ね、うん、その三回目接種をガンとやった方がいいんじゃないかなって個人的には思うんだけど、うん、そこのスピードとねどういう風にやってるのかよくわかんないなって感じですよね。うん、おはようニュースネットワーク。えではこの時間取り上げるニュースはこちらです。通常国会今日から三日間代表質問。 おととい通常国会で岸田総理大臣が施政方針演説を行ったのに続いて今日から3日間衆参両院の各党代表質問が行われます野党側は政府のコロナ対策は不十分だとして追及するとともに改善策を積極的に提案する方針です 施、えーまあ、政方針演説、ね、さまざまなこと言ってましたけど、新型コロナはあもう最優先課題だというふうに言っていました、うんまあ、一番気になるのは、ね、立憲民主党、うん、泉健太代表に代わって、うんはい、いわゆる批判ばかりっていう野党から政策提案型に転換するっていうことをおっしゃったので、えーえー、それが、ね、どういう形で今回の国会に現れるのかってのを結構注目してるんですよね。うん先日、ね、あの立憲民主の 河、えー、内宏さん<ー>落ちちゃったもんはい。あの収の,の間、ね、残念ながら。うん、女性自身ってメディアでインタビュー答えてて、はい、批判こそ必要だと。<ー>提案型野党への転向は危惧してるみたいなことをね書かれてて。でその中にね、うん まあ、何らかのこう、立論、なんかこうね、えー、政策提案に対して、それに反論があって、それを議論して、消化させて、うん、消華ね、アウフヘーベンですね。はい。で、結論に持っていくと、そういう真っ当な批判が民主主義を前進させるために必要だとおっしゃる。これね、まさしくその通りなんですよね。うんうん、批判っていうのは別に否定するためにあるわけじゃなくて、はい。良い結論を招くために議論しなきゃいけない。議論するためには、えー、何らかのこう、対立が必要であるっていうのは、その通りなんだけど、うんうん、まあ、 でもね、そういう批判をちゃんと立憲民主がしてきたかっていうと、まあ、かなり疑問で、はい、結構、うん、なんだろう、う重爆の隅をつくようなね、批判を延々としてたりとか、してるところが、まあ、批判、逆に言うとね、その立憲民主の問題だってずっと言われてきたわけで、で、結局ね、そういう、その、あんまりロジックのないね、理念のない批判のために批判をしてると、うん、受けて立つ側も、 守りに入っちゃうわけですよ本来国会の議論っていうのはねその、はい、ある程度タブーに踏み込んでもうんどうやったらいい結論が出るかっていうためにガン,ガンこう議論しまくって、はい、その結論を尊重するっていうねでそのなんだろうタブーなき議論をやるからこそ、えー、少数派の意見とかも尊重されるっていう考えなわけじゃないですかところがそこでね重箱の隅をつくような、ねはい、批判のために批判をしているとい結局もうひたすら守って守って。 もうなんだろう、う防御のための答弁とかになってしまうわけですよね、はい、委員ご指摘の事柄に関しましては、慎重に検討の上えー、政策にも反映させていきたいと思っておりますみたいなことを繰り返し霞が関文学ですよね、えー、役人の答弁になっちゃうわけで、うん、でも政治家がね、その霞が関答弁みたいなことをやってもらっては、やっぱり困るわけで、はい、<laughs> 国民の耳に届くような、分かりやすい議論をしてほしいわけですよね。うんうんうん そのためにはやっぱり議論っていうのはなんかそういう重箱の隅をつつくんじゃなくてもっといい議論をしてほしいなと思うんです。だからそこにね、持ってきるかどうかだと思うんですよね。今回のね、国会のも、えー、ったん必要なテーマっていうのはね。だからこれねあのー 国会の議論の中で、やっぱこう、なんというか大臣の無病性みたいなものをこう、ついていく、うん、あの時きああったのにこうだったじゃないかみたいなことばっかりになっちゃうっていうと、これ、まあ当然ながら守りに入るよなっていうなコそうなん,でコロナなんかで型で、はい 結局だからこれって感染抑制するのか、それとも経済回すのかっていう二極対立があるわけですよね。はい、でどっち側に触れちゃってもいけないわけですよ、全振りは。感染抑制完全にこっちに行くってやると、はい、まあ、経済動かなくなるよねと。まあ中国みたいなロックダウンで、もう完全に人動かなくて経済も動かないと。はい、まあ、それでもいいんですねっていうんだったらあれですけど、この資本主義、民主主義国家でそれをやったらおしまいよって話で,、ねうん、ですよね。かといっって逆にもう完全経済回すんだってイギリス 素敵なやり方して感染者が、ね、膨大な数に上るってこれもじゃあ日本社会でし許容するのかってしないわけでしょそうするとその真ん中辺でどこのバランスを取るかっていうのが重要なんだけど結局でも批判する側から見れば、はい、感染抑制に走れば経済が回らないって騒ぎ、うん、経済回す方に行けば感染が増えるって騒ぐていくつも批判できちゃうわけじゃないですかオールマイティーですよね批判する側ね。やってきたのののがこ年間のメディアと 野党だったったてことを考える、うん、でほら岸田さんが菅、ね、政権になって、はい、ものすごい厳しい感染抑制の方に走ってますよね、そうですね菅政権よりもかなり強い方にに回って、うん、これ、ね、どう見ても、ね、世論をよく見ていて、はい、結局、ね、感染抑制する方が批判されるのか経済を回すのが批判されるのかというと。 感染が増えると数が出るじゃないですか。今日の感染数何人とかね。分かりやすいんですよ。批判するときに。そうするとね、感染を抑制した方が、メディアとか野党から批判されにくい。っていうのは明らかに数字として分かるので、そっちに振った方が多分支持率高まるだろうと。実際それで支持率今高いですよね。大して何もしてないのにっていう現状ね。 っていうことを考えるとやっぱそういうね全振りでねなんかどっちにってもしても批判できるってやり方してるといい決着。 結論には回ららなないいいっっっっててててうね至らないってことが分かってしまってるだから、やっぱりね、その、全振りしないで、どの辺でバランス取るんですかってことを、落としどころを両方総合で考えながら、議論しなきゃいけないっていうのは、まさにね、今回のコロナでね、よく分かったんじゃないかなと、果たしてそれに立憲民主とかメディアが気づいてるのかどうかってことですよね。かつて、その政権を取った時に、その難しさであるとか、なんというか、こう、痩せ我慢の矜持みたいなものっていうのは、感じたはずだてなんですか。 今の立憲民主の人に聞くと、いや、民主党と今の立憲民主は違いますからっていうね、うん。<laughs> なんというかその、ね、全否定してしまう経験だったのかっていうと、それはそれで、ねうん、違うような気がするんですがそうなんですよね、じゃあ、これで実際に政権取ったら、もう一回ね、そのバランス取る、ね、うんうん、中央のところに戻れるのかっていう話ですよね、だからそこに対する危惧があるから、支持率落ちてるんじゃないかなと思うんですよね。うん えー、そして、その経済の面続いてこちらのニュースです日銀、物価見通しを1.1%に引き上げ金融緩和は維持。 日本銀行は昨日一昨日と金融政策決定会合を開き2022年度の物価上昇率見通しをこれまでの0.9%から1.1%へと引き上げました資源価格の上昇などを背景に企業が値上げに踏み切る事例が増えてきたことを反映しておりますまあただあの2%の物価上昇目標までは時間がかかるということで、うん、これなんか一見物、ね 物価が上がるをリフレ政策的にいいじゃないかみたいなふうに見えなくはないんだけどこの物価上昇の理由は単なる資源の、はい、エネルギーの価格の上昇ってただそれだけですよね。まあガソリン代も上がってきてますね。そうなんですよね。エネルギーが上昇価格が上昇して物価が上がったんだったら、うん、結局企業側は何も儲からないので、はいえー、給料に回らないですよね。そうすると結局消費者の、えー、消費動向がね上 しないので、結果、うん、的に景気上向きには全くならないっていう、まあ、70年代石油ショックの頃のスタグフレーションと同じ状況になっちゃってるから、まあ、全く良くないと。うん、だから、ね、そのぶ 価を上げて給料を上げていくって方向に今はずっと政策として続いてるんだけど、はい、こんだけねなんか原油とかの価格が乱高下してるとどうすればいいのかなって感じがするんですよね。この根源って何かとまあコロナはもちろん一つ大きな、はいえー、要因としてあるんだけど一方でヨーロッパがね。はい ここ5年、10年ぐらいずっと再生可能エネルギーにすごいシフトして、例えばドイツなんてね、こんだけ天然ガス値段上がってるのに、原発3基、廃炉しますみたいなことを発表したりとかして大丈夫なのかで去年、ほら、夏にイギリスで風力発電が全く稼働しなくて、風吹かなくてですね、異常気象で。で、それが天然ガスの価格を押し上げ、 でその天然ガスの価格を押し上げて、もうちょっと天然ガスね増やしてほしいって言ったんだけど、ロシアがそこでぎゅっと握って、ですねここぞとばかりに、はい、ウクライナ問題でね、えー、制裁されてるさなかだから、いやそんなに言うならもう天然ガスやらねえよみたいなこと言い出して、<laughs> うん、でますます天然ガスの価格が上昇しみたいなね、で、はい、一方でコロナが終わりかけてるっていうんで、オミクロンが出てくる前ですけど、はい、で原油価格が、ね、ドカーンと下落したりとかして、うん、でも一方でまたオミクロン 議論がわんと増えてきたんでっていうんで、まあ、いろんな要素が絡み合ってです、ね、ものすごいエネルギーが不安定になってきてるっていう状況はあるんですよね。でこれねコロナが終わったとしてもその再生可能エネルギーの不安定さに欧州がシフトしていく。はい ってることとかそのロシアとの地政学的な問題とか、ね、考えると、うん、当面、この混乱は終わらないのかなって感じもするんですよね、うん、でその中でねこのね物価上昇によって賃金が上がることを期待するってことを一体、枠組みとして維持できるのかどうかってちょっと不安かなと僕は思ってるんですけど、ねうんまあ、本当、そこの部分でねじゃ財政を出すみたいな話になった時に、うん、今度、物価との見合いになってきちゃうと。 ほら例えばこのままねエネルギーが上昇して2%いっちゃったらその時どうするんだって話ですよね。そうですよね。<laughs> 続いて教えてニュースキーワードです。トンガ支援。 今月15日に南太平洋、トンガ付近で発生した大規模な火山の噴火による被害が徐々に明らかになる中、日本やオーストラリアなど各国や国際機関などが支援の準備を進めています。その一方、島国トンガでは新型コロナの厳しい水際対策を続けていることから、支援に伴う感染拡大への懸念も指摘されています。そのあたりがあるんで、なかなか人が行って支援が難しいんじゃないかという指摘が出てます、ね。 だだけだったみたみいトンガねすごい親日国で有名でうん、うん、一番有名な話は多分そろばんじゃないかな<ー>トンガの国王が日本のそろばんに感銘受けてそろばん教育をね、ええ トンガですごいやってる、ね、あとカボチャですかねカボチャトンガ産のカボチャってすごいたくさん日本に輸入されてるそうだったんですねですだからスーパーで、ね、今どうなってるか、ね、あれでも結構保存期間長いんでああカボチャはね今でもスーパー並んでるかも地震起きてもあ噴火が起きてもなるほど、うん、じゃあ食べて支援食べて支援っていうねまあでも本当に南太平洋ね、うん、特に最近ほら中国とかの進出がすごいので、はい、南太平洋 グループって攻めにいってる感じだからう、ねね、こういうね、新自国の南太平洋の、ね、大事な国っていうのは、やっぱり日本を含めて、うん、みんなで守ってあげるっていうか、うん、支援してあげるのは、うん、どうやってこう支援するのかっていうね、まあ、でも、艦艇派遣するなり、なんなりっていうそうですね、すね当面、我々としてできるのは、うん、いきなり物とか送っても届か,ない届かないので、おそらく赤十字とかが、ね、はい、あの支援金の募集 週始めるはずなんで、それに対してお金をちゃんとん、えー、出すっていうことをやるしかないのかなという感じです。ちなみに今回あれですよね、あの、はい、どのぐらい気象に影響あるのかって、僕結構気になっていて、ほら、あの、えー、ピナッツボ。 はい。火山フィリピンの。のはい。あれが1993年でしたっけ大噴火した時に米がね、はい。大凶作になって日本でも。そうでしたよね。翌年でしたか。そうそう。大米輸入したりとかして、うんクソまずいとかみんな文句言ったりとかね。今だったら失礼な話だと思いますけど、大米、ね、に対して。うんまああの頃の人が言とね、まあ米に対するあんまり、はい。ニーズが昔ほどなくなってるのかもしれないんだけど、<ー>ただ今回ね、南大、南半球なので、ええー。 気流ってのは南と北で別々に回ってるからそんなに北半球に影響はないんじゃないかっていう説もあるんですよね。なるほど。でも一方で南半球っていうと結構ね農産物を日本は輸入していてそうかそうですよねそうそう。大きいところで言うとブラジルのトウモロコシ日本の,あの家畜の、はい、飼料用ということですか飼料用のトウモロコシは大半ブラジルから来てるからブラジルのトウモロコシが不作になると日本の ねえ豚とか牛とかのああ餌が足りなくなる心配があったりとか結構ね影響今回大きいんじゃないかなっていう、ね、なるほどやっぱ思いつくよりもいろいろあるんですねそうなんですよ、ね、なんかこう南米チリだとワインとかねとかそんなことばっかり考えちゃうんですけどオーストラリアもやっぱりワインとかねとか考かな <laughs> ワインはでもほら保存できるから確かに昔のやつを飲めばいいけど新しいもの別に飲まなくていいんですけどねやっぱ作物はね そうですよね。もう今年のもの、来年のものですから、ちょっとそこら辺が心配かなっていうのと、あと、なんかあの、ほら、うん、噴火のあの、はい、なんだろう、う空心って言うんでしたっけええー、え。カーンとね、隣のフィジーでもすごい爆発音が、はい、ニュージーランドでも爆発音が聞こえたっていうね。で、あれを見て、あの、平安時代かなんかに、はい 神津島の噴火があの伊豆の京都で聞こえたみたいなね<ー>古文書っていうか昔の文章残ってそんなことありえないだろって言ってたんだけどやっぱそのぐらい聞こえちゃうんだよねってねなるほどだからこんだけほら地球温暖化でね CO2 抑制とか言ってんのに何か地球が一発起こるとこんなことが軽く起きるのか本当ですよね,ね恐ろしいなって火山の噴火って思いますよ続いてここだけニューススクープアップですこのの時間最後のニューーススをス 現代病、集中できないを知力に変えるには。およそ2年ぶりとなる佐々木さんの新刊、現代病、集中できないを知力に変える。読む力、最新スキル。 大前。えー、来週26日、いよいよ発売となります。えー、書籍、ネット、SNS、ソーシャルメディアあ、ニュース、有料メディアなど読み物が溢れる中、いかにスピーディーにそして集中してネット記事や SNS を使いこなすのか、発売に先駆けて佐々木さんに読む力の最新スキルを伺ってまいります。この、あの、書籍のね、紹介のページなどを見ると、これ、佐々木さん。 うん、ノウハウ全部公開しちゃうってことじゃないですかいそうなんですよね。よく聞かれるんですよ。どうやって情報読んでもう毎朝ツイッターで記事10本ぐらい紹介してるんだけど、はいね、あれどうやってやってるんですかで、大体1000本ぐらいの見出しをチェックして、で、30本ぐらいから50本ぐらい記事読んで、そこから紹介してるで、そんな時間どこにあるんですかとかね、その情報どうやって網羅してるんですかよく聞かれるんで、じゃあそんなに言われるんなら、<ー>全部書いてみるかと思って。 全部書いてみましたこれを読めば僕と同じぐらいの情報力に必ずなる,なるで。基本的にポイントはね2つあって1つはね、はい、何のために情報収集するのかっていうのと、えー、その時間をどうやって有効活用するのかってその2点について書いてあるんですよねで前者に関して言うとね。 なんかね、多様な視点を獲得するのが一番大事だよって話。なんか一つの物事が、例えばコロナっあったり、例えばオミクロン株どうなのってなった時に、はい、一つの見方だけしてると、それ信用していいかどうか分かんないじゃない。はい、例えばあるお医者さんがこう言ってるって言っても、うんうん、え本当にそれが正しいのって、いくつかの見方をやっぱりたくさん用意しなきゃいけない。そのためにどうやって多様な視点を確保するのかってことを書いてて、で一番やっちゃいけないのはね、新聞信用することだ。<laughs> <laughs> 新聞に書いてる人って 新聞記者ってよくねほら新聞はね、はい、いろんな情報が目に入って、えー、それに比べるとネットはたこつぼ化しちゃってね、えーえー、なんか自分の興味範囲が狭くなるからいけないとかってネット批判する人多いんだけどもう、はい、新聞読んでる方がずっとたこつぼ化する,からねするよね確かに新聞っていうのは、はい、ジャンルは多様化ですよ一冊の一部の新聞を買えば、えー、国際面もあれば政治面もあり社会面もあり文化面もあり確かにそうなんだけどものの見方は全て一色って。 例えば朝日新聞毎日聞なんてもう完全反権力の味方しかしてないわけで、うん、だからこれ何を何を書いてても これは現政権を批判するために書いてるんじゃないかって、バイアスが常にあるってことを考慮しなきゃいけない。そうするとね、その朝日新聞、毎日新聞の見方だけを信用してると、もうその見方に凝り固まってしまう。うん、でもちろん、時にね、岸田政権は間違ってるっていうの考え方も必要なんだけど、うん、でも一方でそれを岸田政権をね、擁護してる見方もあれば、はい、あるいはまた別の見方もあるし、3つかつぐらいの見方を同時に見るってことが多分、大事なんですよね。うんうん、だから新聞見てるだけだと、はいね、月4千。0 0 払ってもう一冊の新聞を見てればね全て網羅できると思い込んでると気が付いたら新聞社の見方に支配されてるっていうねことになってしまうけどそれだったらウェブの。 メディアの記事を、ね、横断的に見る方がいいよねって話なんですよ、ね、うん確かにこれ朝ね、えー、毎朝ざーっとこう新聞置いてあるんで読みますと、うん、本当こう、なんか朝日毎日の国と読売産経の国で、2つ国が日本にあるのかな本当ですよという,ような、ね、あの、ね、正直言って10年、20年ぐらい前まで、はい、まだ新聞が元気だった頃って、わり、えー、にね、新聞って画一化されてるとか言われて、えーえー、どの新聞読んでも同じだよね<ー>みたいなこと言われてたんですよ。うんうんうん でところが、ね、今になってみると、ね、はい、全く今、飯田さんがおっしゃったように別の国みたいになってしまう、う同じ国のことを描いてるとは思えないって、これも明らかに新聞が売れなくなった結果、まあはい、高齢にシフトしてるわけですよね。で高齢者って、ね、もう言いい方悪いんだけど、はい 極端な右の人と極端な左の人が非常に多い。バランスが悪いんですよ。で、そうするとね、まあ、読売3期あたりは極端な右の人に割りに寄ってしまい、はい、毎日朝日、それから東京あたりは極端な左の人に寄ってしまいで、そうするともう完全にね、世界が鈍されてるっていうね。で、まあ、両方読めば、はい あなるほど。はい、両方は違う見方なだと思うんだけども、両方2種取るだけで8000円ですからね、月。そうなんですよね。そんなに金かけるのかっていうね。<laughs> う<ん>で、有料メディアは、ね、僕、有料メディア大事なんだけど、この本にも書きましたけど、はい、どうやって有料メディアを選ぶかって言ったら、日本の無料のメディアにはない視点をちゃんと用意しているかどうか。うだから、ね、海外のメディアの方が有料には値する。例えば、<ー>国際社会とかね、外交とか安全保障に関して情報を得るんだったら、はいうん、最新聞やなんかのね、記事読んでるよりも、 僕はホリンアフェアアズっていうメリカの外交問題評議会っていう手に、はい、ある団体が出してる「ホリンアフェアーズレポート」っていうねちょっと値段めちゃくちゃ高い雑誌が月2000円年間2万4000円、うん、なんだけどこれ日本語版ちゃんと出てるんですよなるほど2万4000円年間ねちゃんと日本語訳が出てるんです、ね、そうそうねこれアメリカの視点っていうバイアスあるんだけど一方でねこれほどね的確に今の国際社会を描いてる 雑誌はないなといつも思いながら関心して読むんですよね。んで、そういうの読んだ方がいい。絶対お金払うんだったら。月2000円高いけど、毎日新聞半額ですよ、それでも。<laughs> いや確かに、<laughs> あの本当、ね、有料でメディアっていうと、いろんなところ出てますけど、海外の視点ってすごい大事だと思うし、うん、いや、私あの、日系の人がこっそり殺し文句で言ってるのが、うん、いや、日系の電子版を買うとね、実はこの FT の記事が読み放題なんでここはでかいんですよっておっしゃって,てフィナンシャルタイムですね、えー、そうなんですよね。これはあの経済の視点で、イギリスの視点なんで、うん、またこれで別のね、角度のバイオスあるんだけど、うん、ただやっぱこれを読んでいって、 日この違<う>、うん、本なんかにも書いてる僕は有料で読んだのは「ホリン・ワハズ」以外はええ日経と「はい、ウォルスルール・ストリート・ジャーナル」あ,<ー>あと講談社が出してる「クーリエ・ジャポン」っていうね海外のほら、はい、ワシントン・ポストとかニューヨーク・タイムズとかのうん、うん、いろんな記事の面白い記事だけを抜き出して翻訳して出してくれてるって、はい、その辺ですよね。有料メディアはね相当絞ってやらないとお金無限にない人は。 まあそうですよね。そうなってちゃいますもんね。で、このじ、何のためにの部分が分かったんですか時間の方っていうのがね。時間はね、これね、集中力みんなないじゃないですか。いやで、よくね、ほら、ウェブとか見ると、集中力アップするにはとかね、こんなサプリ飲むとサプリで集中力あんだら苦労しないよねっていうで、僕がやってるのは、この本にね、事細かに書いてるんで、つまんで言うと、もうあの、短い時間しかやらない。僕今実際に家でやってるのは、はい。 タイマー設定しもう時間決めちゃうんですかで15分のタイマー設定してて15分原稿を書くじゃないですかで15分経つとねスマホがピピピって言うんですよそしたらすぐやめて別の作業を始めるあそうなので15分分きに1時間に4つの作業をやって例えば記事をチェックするのと原稿を書くのと請求書の処理みたいな3つの仕事があったらそれを交互に15分ずつやるんですあそうすかで、それをね例えば6回繰り返したら それで5時間から経つわけじゃないですか。で、6回繰り返したら15分でもうかける6なので。ああ、なるほど。ねえー、もう90分間になってる。90分間になってるって。分分の仕事はちゃんとできてるっていうね。うでも、細切れにして集中力が途切れる頃に別の作業に強制的に変えてしまう。<ー>で強制的に変えると、あ、もうちょっとやりたかったのにっていう、ね。そうそうそう。典型的な反応としてこれ乗ってくる頃にやめちゃうんじゃないって思うそ,うそ,うそ,うそうそう。でも、ほら、それを超えるとね、飽きちゃうんですよ。<ー>で、飽きて20分、30分やってると、あ ちょっと飽きてきたと思ってスマホでこうツイッター見たりとかしちゃうわけですよそこまで行っちゃうとダメなので、えー、もう少しやりたいと思ってるときにやめるとああちょっとあそれもう少しやった,やった発想がまだあったのにとかって、えー、アイデアが出てたのにとか思い、えー、思い出しながらやってる他の作業をしてるとうん、うん、次にもう一回戻ってきたときに勢いがつくほ<ー> <laughs>、ね、少しそういうね上がある方がいいんですよなるほどね、えー いやーなんか同時並行でやるってね、特別特技もちろんあるかもしれないですけど、うん、そっか、その方が集中力がそうだって、今だってね、YouTube だってほら、3分、5分が中心で、確かに50分の NHK スペシャル、YouTube で見れないですよ、<ー>途中で飽きちゃってね、で映画だってもう2時間つらいのって言ってる人多い、だからそれだけね、はい、集中力続かなくなってるんだから、だったらもうそれに合わせて、一層ね、仕事のね、<ー> YouTube タイムでやっちゃった方がいいんじゃないの、はい なるほど <laughs> あの体を合わせるんじゃなくてむしろ仕事の方を合わせていくそうそうそう,そ,う<ー>それでもなんとかなるっていうか僕ずっと実際ここ数年ずっとそのやり方やってて<ー>それでもちゃんとね大量に原稿を書いて発信してますからね,、はい、ね大丈夫なんですよ<ー>、うん、そのノウハウがねすべ、ええ、て書いてあります、ね、はい <laughs> えー、現代病、集中できないを知力に変える。えー、読む力最新スキル大全。タイトルがいですけどね。えー、いやいや,いや1月28日、えー、に発売ということであります。<laughs> 東洋経済新聞社からとういうことですので、ぜひご覧いただければと思います。えー、今日のスクープアップ、佐々木さんの新刊から集中力を維持する。そして、どうやって情報を得るかというあたりをお話しいただきました。